うちの校則は0ケルビン。また力臭い学校来ちゃったか。まずは服装、逆の裏で着て待遇にすること。待遇？いや、制服を待遇で着るなんてリンココしか見たことないって。次に出席確認、机にある記号で呼ぶぞ。HE ってなんだ。何言ってんだ新入り、ヘリウムに決まってんだろ元素記号。いや、出席番号の代わりに元素番号を使うのやめて。ではこれから朝のホームルーム恒例。なんだ、校訓でも言うのか。演習率100桁言うぞ。理系すぎる。いや、聖書読むみたいなノリで演習率100桁読ませんなよ。いくぞ、せーの。 3.14159265353587979。 はい、役に間違えた。全員やり直し。だるすぎる。もう演習率言ってるだけで午前終わるって。そしてもし生徒間で揉め事が起こった場合はすぐに先生を呼べ。わ、両方退学とかかな。一体どっちが悪いのかコイントスで決める。コインで？いや、確率の問題じゃないんだから両方の言い分聞いてあげてよ。安心しろ役員、このコインは同様に確からしい。そこじゃない、俺が気になってるのはそこではない。そして校内で食べていいおやつは？は？おやつに制限あんの？ドーナツとコーヒーのみ。同窓。いや、この校則絶対トポロジー好きな人が考えただろ。なお、コーヒーはティーカップ以外禁止だ。だったら麦茶でもいいだろ。そしてクラスの集合写真では、はいはい、ピース禁止ね。便箋缶の形になること。便箋缶？え、集合写真便箋缶で撮るなんて未だかつて聞いたことないよ。とりあえず明日はフェニルアラニンの形で。知らんわ、構造式覚えてないとハブられんの。さすがにきつすぎんだろ。あ、先生すいません。どうしたよ、クリ。ちょっと急にトイレ行きたくなって。ああ、トイレなら二廊下ベクトルとは三工程ベクトルのとこに。ベクトル表記。